フォーエバー21渋谷店、21フォーエバーアット、銀座バイフォーエバー21フォーエバー21新宿店、フォーエバー21ギフトカードフォーエバー21は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置く、ファストファッションストアチェーン。アメリカ合衆国内のほか世界10カ国に460店舗を置く。日本での販売業者名は、 フォーエバー21ジャパントレーディングカンパニー LLC。韓国系アメリカ人のドンちゃんにより1984年、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに設立。創立当時の名称は、ファッション21で、ロサンゼルス軍内に住む韓国系移民の若者向けに作られたブランドであった。1989年には、州内のショッピングモール内に出店。 1995年にはフロリダ州にチェーン店を出店し、初めてカリフォルニア州外に進出する。2001年よりフォーエバー21の大型店舗である21フォーエバーを全米各地で出店。以降は国内のファッションストアも買収するなど規模を拡大した。あと、2006年にブランドショップヘリテッジ1981を新設。 2008年より会員制のオンラインショッピングサービスを開始した。2019年8月29日、ブルームバーグが連邦倒産法の適用申請を準備しているとスクープし、2019年9月29日、フォーエバー21が連邦倒産法第11章の適用を申請した。アメリカ合衆国国外の店舗の大部分がフランチャイズ契約によるものである。 一部の国では、その国の協力会社との共同企業体によって運営されている。2000年に三愛と提携し、日本国内に2店舗出店したが、1年ほどで撤退している。2009年4月29日、単独で東京都渋谷区に原宿店をオープンさせ、日本第1号店となる。上陸記念としてオープン前日には、 フレオープンイベントが開かれ、富永愛良ファッションモデルが登場したほか、歌手のベニューもオリジナルソング、フォーエバー21を制作、作家の金原瞳が、フォーエバー21という名のウェブ小説をオンライン連載するなど、コラボレーション企画も行われた。2010年4月29日、東京都中央区の松坂屋銀座店内に、大型店舗、21フォーエバーア 銀座バイフォーエバー21をオープンさせる。グッチの後継テナントとして、日本の百貨店内へ出店したことで、多くの注目を集める。銀座店のオープニングセレモニーでは、最高経営責任者である、ドンちゃんや、J フロントリテーリング株式会社代表取締役。 会長兼最高経営責任者の奥田勤松坂屋銀座店店長の菊谷栄二ら8人がオープニングテープカットに登場した。2010年8月には、京阪電気鉄道参加の京阪流通システムズのテナントとして、東京都渋谷区宇田川町の HMV 渋谷跡に渋谷店として居抜け出店する計画を発表し、 2010年12月23日にオープンした。メインとなる女性向けファッションストアのフォーエバー21をはじめ、ユニセックスを扱う、ヘリテッジ1981、大型フラッグシップ店舗の21フォーエバー、女性向けアクセサリーを扱った、フォーラブ21のほかギャッズフ,フーズ21、レファレンス12、12x12、フェイス21といった、 異なる形態も存在した。日本のブランドよりサイズが豊富にあった。2019年9月25日、アメリカ合衆国での連邦倒産法第11章を受けて、2019年10月31日をもって、日本国内の14店舗すべてを閉店し、オンラインストアも閉鎖することを発表した。全店舗2019年10月31日で閉店。 閉店店舗、ありがとうございます。